主人と主人によって説き伏せられる客との問答という形式で書かれていまして、主人すなわち日蓮はこのように頻発する災害の原因は邪教すなわち法然の専修念仏が流布したことによって仏法と仏法が尊ばれる国土を守る善心良い神々、梵天とか大釈天とか四天王などの仏法守護の良い神々がこの国を捨てて去ってしまった。でそのことにあるのであって、それゆえ念仏を禁止して正しい教えすなわち法華経を広めれば国土はおのずから安泰になり、逆にもしこのまま悪法の調量するに任せれば内乱や外国の侵略などさらなる内憂外患に見舞われるであろうと言っているのです。でこのような立正暗黒論を表して北条時頼に迫りました。テキストに戻りましょう。ところが日蓮の訴えは聞き入れられず、浄土教の信徒に襲撃され、松葉がやつ法難、伊豆の国静岡県の伊東に流罪にされた伊豆法難、こうした仕打ちに見舞われたものの、日蓮は逆に法華経に説かれる殉難の修行者に自己をなぞらえ信仰を深めていく。日蓮はですね、自分を法華経に登場する殉難殉教の菩薩になぞらえているんですね。伊豆での流人生活を終え鎌倉から阿波に帰った日蓮だったが、またもや念仏信者の襲撃を受け、弟子2人が殉教し、自らも額に刀傷を受けた小松原法難、一命を取り留めた日蓮は鎌倉へ戻り、積極的に布教に励んだ。法難はまだ続く。1268年に元から国書が届けられると、蒙古襲来という暗雲が垂れ込めてきた。日蓮は立正暗黒論の論旨を重ねて提唱したが、俺の言う通りだろうと、自分の予言が当たったと立正暗黒論の論旨を重ねて上提したが、幕府はこれを危険思想とみなして日蓮を捕らえた辰野口法難。当初の判決は死罪だった。しかし運よく斬首を免れ、佐渡への流刑で済まされた。日蓮は3年後流罪を解かれて鎌倉に戻ると、なおも法華経に帰依するように幕府に進言する。しかし今度も採択されることはなかった。そのため鎌倉を去ることを決意し、身延山に隠姓した。日蓮はこの身延山で弟子の養成に努めるとともに自らの教えを深めています。日蓮はそこで入寂の年までを過ごしたが、健康を害して日立の国茨城県へ当時に赴く途中、武蔵の国東京で61年の生涯を閉じた。この時にですね、その信徒の池上宗中という人の館に立ち寄って亡くなるのですけれども、そこが今の大田区の池上本門寺ですね。国難の時代を担う法華経の教え、日蓮が布教を始めた時に弟子となった者の多くは天台僧だった。その事実からも分かるように、日蓮の思想の基盤は天台宗の教えにある。中でも法華経を最も重視した。末法の時代にあっては法華経によってのみ成仏が約束される。だからこそひたすら南無法蓮華経の題目を唱えるべきだと日蓮は主張した。つまり妙法蓮華経の五字には、永遠の過去から教えを説いてきた釈迦の完全無欠の善行と能力働きが含まれているので、これを信奉して南無妙法蓮華経と唱えれば
心に仏の功徳の種子が植え付けられて成熟し、現世において成仏が達成されるというのである。当時民衆の間ではひたすら阿弥陀仏の極楽への浄土を説く念仏信仰が盛んだった。また武士たちには禅がもてはやされていた。そのような中で日蓮は現世での仏教信仰の確立を説いて他宗を批判し、念仏は無間地獄に至る行、無間というのは絶え間ないということでして、無間地獄は絶え間なく苦を受ける地獄ということですね。念仏は無間地獄に至る行、禅宗は天魔の行。天魔というのは天界に住む魔王のことでして、人が良い行いをしたり仏道修行をしたりすることを妨げるのですね。釈尊が菩提寺の下で悟りを開こうとしていた時に、大勢の眷属を連れて邪魔しに現れたのもこの魔王です。禅宗は天魔の行為、そして真言宗は亡国の祈祷、立宗は国賊とする激烈な標語しか格言を掲げた。しか格言というのは、今ありました念仏無間禅天魔真言亡国立国賊というのですけれども、これはですね、法華経以外のもろもろの大乗経典は仏の本意を説いていない方便の教えであるから、それらによって成仏に至ることはできないという、いわばその法華経至上主義の立場から日蓮が感じた各宗の特徴で各宗を批判した、けなした表現ですね。しかし、こういうその他宗に対する誹謗を貶める言い方というのは、何も日蓮だけでもなくてですね、各宗でも互いに行っていたことですね。この法華経中心主義、そして現世での救済、浄土教のようなですね、来世での救済ではなく現世での救済、これが日蓮の特徴ですね。日蓮の理想は、この苦に満ちた世界を法華経に基づき永遠の安らぎの仏の国土にすることにあったのだ。教えの根本となる五義と三大秘宝、日蓮の法華経観は教、規、時、国情、もしくは死の5つの基準、五義として示される。教は、法華経こそが社会一大の教えの中で最も優れていると知ることである。その法華経の中でも、その仏の本質を説いた本門が特に重視される。本門で中心的な位置を占めるのが、永遠の仏である釈迦の主が方便であったことを明らかにする如来寿量本で、如来寿量本の肝心が南無法蓮華経の題目であるとされる。日蓮に関してはその本門という言葉がよく出てきますので、この本門を少し整理してみたいと思います。レジュメの方をご覧いただきたいんですが、法華経は28本、本は章ですね、文章の全体をいくつかのまとまりに分けた章のような意味です。28本、28章からなるのですが、その前半14本と後半14本とを分け、前半の14本を釈門、後半の14本を本門と言います。でこれは中国で天台宗を開いた智の考えに基づくものですが、この本と釈で、これは本地衰弱説を思い出してくださると分かりやすいと思うんですけれども、本は本仏、本当のもともとの仏でして、釈は釈仏、その本仏から派生した、あるいは
その本仏が方便として仮にある形をとって現れた仏です。ややこしいんでもう一度言いますと、本仏は本当のもともとの仏で、釈仏はその本仏から派生した、あるいはその本仏が方便として仮にある形をとって現れた仏ですね。で、法華経の前半の釈門では、インドに出現した歴史上の釈迦が一乗思想、一切諸乗が平等に成仏できるとする説を中心にさまざま説くのですが、でそのように説く釈迦は実は久遠の昔、計り知れない無限の過去にすでに成仏し、そして永遠に存在し続ける久遠実情の仏、久遠本仏が諸乗を導くために方便として生き死ぬ歴史上の釈迦となって現れたのだということを明かすのが後半の本門なんですね。久遠の仏が方便として歴史上の釈迦として現れ法を説いたというのです。まあ、仏教ではよくですね、よく使われる例えなんですけれども、空に月がある、実際の月がある、でその月があらゆる水、谷にも池にも井戸にもあるいは杯にも映っている、月影を落としている、実月が万水に月影を映す、月影を映すと言いますけれども、この天の実月、実の月と万水、さまざまな水に映る月影との関係、これが本仏釈仏の関係なんですね。でそして、まあ、このように示される本仏、この本仏こそが言うまでもなく最も尊いものであって、他の経典には決して明かされていないこのことを明かして仏の本意を伝える法華経、とりわけそのことを明らかにする本門こそがあらゆる経典の中で最も優れた経典であるとするのが智理の考えでありまして、またそれを受け継いだ日蓮の考えで、あるわけでして、で日蓮はこの本門というものを基礎にして彼の教義体系を作ったのですね。でそのことを一言で表したのが、南無法蓮華経の題目であるというのです。ということを踏まえて、テキストをさらに読んでいきましょう。五期の経に続く期は、教えが与えられる対象、すなわち末法の時代を生きる人々の能力を意味する。時は教えが広められるべき時、すなわち末法の時代を指す。国は教えが広められるべき場所、すなわち日本をはじめとする全世界を意味する。そして序は教えが広められるべき場所にこれまでどのような順序でどのような教えが広められてきたかを知ることである。この経、記、事、国情、こうしたことを知ることによって法華経、とりわけその本門の価値が一層よくわかるというんですね。つまり末法の時代に日本、さらには世界と人々に向かって広められるべきは南無法蓮華経であり、その使命を持つのは、それを広める使命を持つのは菩薩が姿を変えて出現した日蓮に他ならないということになる。テキストには菩薩にとなりますが、ここは菩薩がの方が意味が通りますね。菩薩が姿を変えて出現した日蓮には他ならないということになる。また日蓮宗の行法や信仰の対象、あり方は本門の本尊、本門の題目、本門の階段の3つを指して三大秘宝と呼ばれる。すでにご説明をしてしまったんですけれども、テキストに読んでまいりましょう。本門というのは法華経の後半部分を指し、前半部分の釈門に対応する言葉である。
そこでは本門では釈門の仏、すなわち歴史上の釈迦が実は永遠の生命を持った仏であることが明らかになる。法華経の本門、如来寿養本に現れる福音実情の釈迦牟尼仏をこそ本尊として信仰の対象とすべきであるとするのが本門の本尊の意味するところだ。本門の題目は妙本蓮華経の題目を指す。法華経の中に説かれている教えを信じ実行するということを表している。そもそも南無妙法蓮華経の南無はサンスクリット語で消えするという意味である。この七文字の題目に教えが集約されており、それを一心に唱えることが法華経を信じる者の修行となる。そして本門の本尊を信じ、本門の題目を唱え、法華経の教えを実践する現実社会が本門の階段になる。三大秘宝というのは、晩年の日蓮の時に示した末法の修行のための3つの重要な法門ということでして、テキストに書かれているように本門の本尊、本門の題目、本門の階段を意味指しますけれども、でこのうち本門の階段についてはですね、日蓮は具体的な説明をしておりませんで、最小の地、最も優れた地を選んで階段を建立すべしとされていまして、で、これが後世になると富士とか身延とかですね、そういったその特定の地に結びつける主張も現れますけれども、テキストのようにですね、本門の本尊を信じ、本門の題目を唱え、本門の教えを実践するべき現実社会とするのが妥当でしょうね。テキストに戻ります。分派分立を続ける日蓮宗、1282年に日蓮が入滅すると、弟子の日照、日露、日光、日光、日朝、日時の六老僧を中心に布教伝道が続けられた。当初身延山久遠寺、山梨県では六老僧が交代に輪番を務めていたが、まず日光が日露や日光らと衝突して身延山を去り、日光門流を起こした。すると日露や日光も新たな門流を起こして、それぞれ別の道を進んでいった。余談になりますけれども、この六老僧はそれぞれ個性豊かな猛者なんですが、中でも変わり種は日時ですね。日蓮の十三回忌を終えますと、45歳の時に単身蝦夷、北海道から大陸に渡りまして、一点視界皆奇妙法の教え、全世界に法華経をもたらすの教えを、自ら実践をしました。この日時の大陸での布教というのは伝説と思われていたんですけれども、近年中国で彼の遺品が発見されまして、13世紀という時代での日時の海外布教ということが確実となりまして、これがその我が国の海外伝道の始祖、初めての人と注目されるようになっているんですね。というふうに六老僧はバラバラに分かれました。孫弟子の時代になると、日露門下の活躍が目覚ましくなる。日蔵は日蓮門下として初めて京都に上る。この頃までは日蓮宗は関東地方に限定されていたんですね。四条に妙顕寺を創建、これが直願寺となり、皇室公認の寺となり、日蓮宗の布教を皇居、公に許された。また足利尊氏の祖父氏にあたるとも言われる日城は、京都六条に本国寺を創建し、
公家や武家の帰依を受けて栄えた。そして日蓮没後140年ほど経って日蓮宗が広く認知された頃、法華経の教えをめぐる論争本尺論が起こり、日重、日人、日流、日清が独立した。この本尺論というのはですね、先ほどの本門、釈門をめぐる議論ですが、日蓮が説いたようにですね、本門が優れていて釈門を劣っていると主張する小列派、優れている劣っているの小列ですね、小列派と、それから本尺の一致一体を主張する一致派に分裂して激しく論争したのですね。この独立していった日重、日人、日流、日清らが本尺小列派ですね。教団初期の日光文流の分立に次ぐこの2度目の分派分立の系譜は現在の法華宗各派に伝えられていると。ここで法華宗という言葉が出てきたんですけれども、今私たちの一般に日蓮宗と呼んでいる日蓮を宗祖とする教団は、中世末までは法華宗と呼んでいました。で、法華宗ではありますけれども、同じ法華経を書絵の経典とする天台宗から異議が出たために、天台法華宗に特別をして日蓮法華宗と呼ぶようになりました。で、近代になってこの数ある日蓮系の系譜の中でも、特に身延山久遠寺を総本山とする宗教法人を日蓮宗と称するのですね。ではその日蓮宗の大筋が分かったところで、もう少し肉付けするためにですね、日蓮宗の僧侶の中島教師さんという方が大法輪という仏教史にお書きになった文章を読んでいきたいと思います。あまりサイズにこだわらず、こちらはざっと読んでいきましょう。日蓮宗、世界全体の幸福を求めて、栃木の御法寺のご住職で月刊誌南無の編集長もされている中島教師さんがお書きになった文章です。新時代に向けて目指すものとは、仏教徒として生きるということはどういうことなのか。一言で言えば、自分を生かし他を生かす、自らを律して正しい教えを求めるとともに、常に誰かのために生きようとすることではないでしょうか。こんなことは3歳の幼児でも承知のことですが、だからといって100歳の人にもできるというわけにはいきません。日蓮聖人は、私が学問をして私が学問をしてきたのは、仏教を習い極めて仏になり恩ある人を助けたいと思ったから、佐渡国漢辞書であると述べておられます。何が真で何が善で何が義なのか、何もかもが不透明な時代だからこそ、誰かのために生きるという当たり前の教えをかみしめたいと思うのです。世界が全体幸福にならないうちは個人の幸せはないと言ったのは宮沢賢治ですが、全体の幸福を心に生きることは、いつの時代どんな社会にも変わりようのない生き方であると言えるでしょう。以下 Q&A の形で書かれていまして、次の Q は、荒行は何のためにするのですか。仏教には仏様にこちらから近づこうとする道と、救いの手に委ねようとする2つの道が示されています。救いの道を行くなら、自力の計らいは捨てなければなりませんが、近づこうとすればそこに相応の修行が求められるのです。
日蓮宗の荒行とは、11月1日から翌年2月10日までの間100日間を水行、写経、度経を修する行を言っています。水行は水をかぶる行ですね。間中に行を行う、その起源は日蓮聖人の直弟子であった日蔵が、日蔵が間中100か日の苦行を行ったことに求められるのですが、現在の形になったのは江戸期に日蓮宗の祈祷が盛んに求められたことから、その祈祷法を伝える場として定着したものと言われています。荒行が目指すものは間100か日の修行を通して自我を滅除し、清浄な身となって仏の知恵と慈悲、そして真の力、信じることによって得る力を蓄えることで仏となる道を目指すとともに、そうして身につけた力は苦悩する人々の救いのために尽くすのです。日蓮聖人があちこちに流されたのはなぜ、仏教が生きている人のための教えである限り、人が生きている現実社会を離れて仏教はないのです。人の暮らしは国のありようによって大きく左右されます。国のありようは時の為政者の姿勢と無関係ではありません。世の乱れは人の乱れ、もし為政者に正しい理念が失われ、社会が混乱し、人々に不安と動揺が走れば、たちまち世は乱れてしまいます。そこで日蓮聖人はお釈迦様の正しい教えが今を生きる人々、とりわけ為政者の中にその教えがなければ悪性から人々を救い出すことができないと考えたのでした。しかし日蓮聖人のそうした主張は時の為政者や諸宗の人々の反発を買いこそすれ、容認されることはありませんでした。かくして日蓮聖人は流罪の身となったのですが、それはひとえに日蓮聖人が現実の人々の苦しみ、苦悩から逃げずに向き合ったゆえなのです。なぜ法華経だけを重んじるのですか。本当に人々の救いとなる真実の教えとは何なのか。日蓮聖人の一番の疑問は、仏教はお釈迦様が説かれた教えであるにもかかわらず、そのお釈迦様がないがしろにされ、諸宗それぞれにさまざまな仏様を仰いでいるのはなぜかということでした。釈迦如来は我ら諸生のためには親なり師なり主なり、南条兵衛七郎殿御所、南条兵衛七郎殿に宛てた手紙ですね。釈迦如来は我ら諸生のためには親なり師なり主なり、これが日蓮聖人にとってのお釈迦様でした。そのお釈迦様が永遠の命をこの世にとどめ、一切の生きとし生けるものを等しく仏にさせたいとの誓願を抱いてこの世に現れたのだという真実の救いをありのままに示しているのはこの法華経の他にない。法華経こそ末法の世を救ってくれる教えであり、これこそがお釈迦様の教えの真髄ではないのか。すなわち日蓮聖人が願ったのはお釈迦様の仏教を回復することであり、そのためにはお釈迦様の教えの真髄である法華経でなければならないと確信したからなのです。地方の漁師の子であった日蓮聖人がなぜ比叡山で勉学できたのですか。私は阿波の国の片海の阿波、漁師の子として生まれ、阿波片海というのはもう今の鴨川市の東の方ですね。12歳の時、同じ東条校のうちにある清張寺に上がって学問を始めたと日蓮聖人は自らその出自を振り返っています。
古い伝記などを見ると、あるいは武士の子であったとか、在地の有力者の子であったというような、さまざまな推測がなされてきましたが、しかし日蓮聖人は一貫して天の子、民の子と語って終生変わることはありませんでした。そんな一介の漁師の子であった日蓮聖人が12歳にして清張寺に上がって勉学することができたのはなぜなのか。これには間に入って世話をする人があったのではないかと言われています。その有力な存在として日蓮の父母等が恩を被った人、最長寺大集中と言われた両家の尼の名が挙げられています。両家の尼は清張山のある東北省を管理していたのですが、地頭との裁判になった時、日蓮聖人はこの両家の尼の川に立って勝利に導いたとも言われています。この両家と地頭ですけれども、鎌倉時代貴族や寺院や神社が私的に領有する土地を荘園と言っていました。で、領家というのはその荘園の領主でして、一方地頭はその荘園の監視監督に幕府から派遣された役人ですね。でその領家の尼の口利きで清張寺に入れたのではないかというんですね。いずれそうした人々の心を動かしたのは日蓮聖人の熱い工学心にあったことは言うまでもありません。なぜ題目を唱えるのですか。ある人が日蓮聖人に次のように尋ねました。法華経の意味もさっぱりわからず、ただ南無妙法蓮華経とお題目を1日に1遍、1ヶ月に1遍、1年10年あるいは一生の間にただ一遍唱えるだけで悪の道に浮かずに仏になることができるのですかと。この問いに日蓮聖人はこう答えるのです。その通りですと。例えば梅の実を見ただけで口の中におのずから唾液が広がってくるように、法華経を信じてその題目を唱えさえすれば、知らず知らずにその功徳は心身に広がって悪の道に落ちることから免れることができるのだというのです。さらに法華経の一文字一文字には法華経の全ての功徳が含まれるのであって、お題目を一遍でも唱えるなら、枯れ草が春夏の日の光を浴びて花を咲かせ実を実らせるように、菩提心の花を咲かせ成仏の実を結ぶことができるのだと言い、お題目を唱えることがそのまま成仏することなのだと説かれるのです。日蓮聖人が他宗を攻撃したのもなぜ。文永5年1268年の風流正月、高麗の使者に乗って蒙古の国書がもたらされました。このことをいち早く耳にした日蓮聖人は、先に立正安国論において警鐘を鳴らした予言の的中を確信するのです。国を休んずるには正しい教えによらなければならない。それにはお釈迦様を唯一絶対の仏と仰ぎ、そのお釈迦様の真実の救いを説かれた法華経の教えを信じ、それを実践するとでするのでなければ、他国から我が国を守ることも平穏な社会を実現することもできないと日蓮聖人は警鐘を鳴らし続けたのですが、諸州の人々はまるで耳を貸すことなく、国の乱れ、社会の不安、人々の苦悩を見過ごしていたことから容赦のない批判を浴びせたのでした。そのことは結果として激しい諸州攻撃のように見えるのですが、日蓮聖人の真意はあくまでも人々の苦悩を見過ごしてはならないということを主張することにあったのです。なお日蓮聖人が行ったのはあくまでも言葉による批判であって、暴力的な行為などは受けることはあっても仕掛けることは一切なかった
ということにも注目するべきです。霊山浄土と極楽浄土の違いは、仏様にはそれぞれの仏国土すなわち浄土が考えられています。極楽浄土は阿弥陀様の浄土であり、霊山浄土とはお釈迦様の浄土なのです。そもそも霊山とはインドのノガダ国の首都オーシャ城、今のラージギールの東北に横たわる山で、山頂の岩がワシの姿に見えることから聖なるワシの山という意味で霊樹山、霊山と称されたのでした。お釈迦様は晩年の8年間をこの山で過ごし、法華経を説かれたことから、日蓮聖人はこの山に深い意義を認め、お釈迦様の信仰世界の全体を称して霊山浄土と呼んだのでした。すなわち霊山浄土は法華経の行者が住まいする浄土であり、一心に法華経の信心を貫き、法華経のために身命を惜しまず広めるなら、生きている時は無論、死んでから後も霊山浄土でお釈迦様にまみえることができるのだと説いたのでした。同じ法華経を重んじる天台宗と日蓮宗との違いは、比叡山に延暦寺を開いて日本天台宗の開祖となった伝教上人、ごめんなさい、伝教大師最澄と法曹宗の徳一上人との間に我が国の仏教史上に知られた論争があります。伝教大師が法華経の教えによって全ての人々は本来平等に仏になれる性質、仏性を有しているのであり、誰もが仏になれるんだと主張したのに対して、人は先天的にそれぞれ異なった性質を備えているから、仏になれるものとならないものとがいると譲らなかったのが徳一上人でした。この論争を通して伝教大師はいよいよ法華経への信を深め、法華経の教義を学問的に確立していったと言われています。日蓮上人は無論伝教大師を師と仰いで法華経に帰依したのですが、日蓮聖人は法華経を学問として学ぶこともさることながら、法華経の教えを自ら実践し、そこから日々の暮らしの中で苦悩する人々を救済するための教えとして広めていったのでした。法華経を四人の読み候は口ばかり、言葉ばかり読めども心は読まず、心は読めども身に読まず、意識心二方ともに遊ばされたりこそ尊く将来。意識心二方は物質と精神ですから、ここでは身でも心でもでしょうね。土牢御所、これは佐渡へ騙される前夜、鎌倉の土牢、土でできた牢屋に囚われの身となっている愛弟子日蓮に書き送った手紙ですが、ここで日蓮聖人は法華経を読むことは法華経が説く教えのままに生きることでなければならず、口ばかり言葉ばかりでは読んだことにはならないのだと述べています。あるいはここに記した4人とは天台の人たちを思い浮かべていたのでしょうか。また比叡山はあらゆる仏教の存在意義を認め、後に日本の仏教総合大学と言われるようになるのですが、これに対して日蓮聖人は生涯法華経を唯一絶対の教えとして貫いたことは承知のところです。なぜ政治問題に積極的なのですか。日蓮聖人にこのような言葉がございます。一切衆生の同一の句はことごとくこれ日蓮一人の句と申すべし。一切衆生の句を日蓮一人で背負うと言いますね。勧業八万章、
日蓮聖人の生涯はこの一言に尽きると考えます。人々の苦しみに共鳴共感し、その苦しみを共有して現世の苦悩に立ち向かい、神明を投げ打ってそれと取り組むことが、日蓮聖人の法華経の真実を記す信仰実践の証に他なりませんでした。人の世の悲しみ苦しみ、国の乱れから目を背けて、どうして往生や成仏があるだろうか。世俗の国家のために仏の教えがあるのではない。正しい仏の教えが樹立されるために、汚れ乱れた国と人心の過ちを辿らなければならないのだと。何時早く信仰の寸心を改めて、速やかに実情の一善に来せよ。立正安国論。早く信仰の心を改めて、速やかに真実の大乗の教えである法華経の唯一の善に帰依されるがよい。先の執権北条時頼に向かって突きつけたこの諌めの言葉も、ひとえに一切衆生の苦しみを自分の苦しみとして受け止めたからに他なりませんでした。日蓮聖人は政治問題に積極的だったのではなく、人々を苦しみから救済するために、真に平和で安穏な社会を実現するために、現実の政治の問題を見過ごすことができなかったということなのです。なぜ日蓮宗から出た新興宗教が多いのですか。戦後の混迷の中で驚異的に発展を遂げた新興宗教の多くが日蓮系に属していたのは、創価学会を除くほとんどの教団が霊友会を舞台として生まれたという発展的な理由もさることながら、やはりこれは日蓮聖人の人間的な魅力にあったのでしょう。現実の世界で悩み苦しむ人々がひたすら日蓮聖人の教えについていこうとしたのは、いわゆる教義や思想というより、むしろ触れればそのぬくもりが伝わってくるような人間性にあったと言えましょう。ひとたび論的に向かうときは勇猛で容赦のなかった日蓮聖人が、振り返って苦悩する人々に接するときは驚くほど細やかに心にしみる気遣いを見せるのです。さらにそうした現実の苦悩からの救いがお題目南無法蓮華経を唱えることで実現できるという平易な教えになったことも見逃すことができません。ちょっと補足しておきますと、霊友会というのをですね、久保角太郎という人が、レジュメではの久保だとしちゃってます なってますが、久保がただの正しいです。他を消しといてください。霊友会というのは久保角太郎という人が、財権による法華経に基づく菩薩業を目指して大正13年に創設したものでして、ここからですね、立正厚生会をはじめ十いくつかの新宗教、新興宗教の教団が発生しています。ですから創価学会はもちろん日蓮系ですが、創価学会と並ぶあるいはそれをしのぐ信徒数を持つ霊友会系を合わせると、日本の仏教系の新宗教のほとんどは日蓮系ということになりますね。日蓮宗と創価学会との違いは、日蓮聖人が亡くなって後今日まで法華経や日蓮聖人の教えに対するさまざまな見解の相違から、弟子信者の間で何度となく分裂や独立の歴史を重ねてきました。おそらくこれからも繰り返されることでしょう。そこに歴史的時間の流れの長短はあるものの、日蓮宗も創価学会も人や時代の状況に合わせて紆余曲折を重ねてきたのです。例えば
かつて創価学会が日蓮門下の中の富士派といわれる日蓮宗宗に属する信徒団体の一つであった時は、日蓮宗との考え方の違いを語る時、すなわち日蓮宗と日蓮宗宗との協議の相違、例えば日蓮宗はあくまでもお釈迦様を本仏として重んじ、日蓮宗人はお釈迦様のお使いであると位置づけるのに対し、日蓮宗宗は日蓮宗人が本仏であるとするなどが盛んに論じられたものでした。しかし創価学会が日蓮宗宗から離脱している今は、その方法は必ずしも有効ではないと言ってと言われています。では何をどう比較すればよいのでしょうか。一つ気になることがあります。創価学会の方すべてがそうだというわけでは無論ありませんが、創価学会の人たちと接しているとしばしば妙に落ち着かないものを感じることです。どうやら彼らの言動に煽られることにあるようです。かつてのように理論武装して集団でやってくるようなことはありませんが、しかしその頃の姿勢は今も受け継がれ、何事によらず挑発的であることが、大教団にもかかわらず存在を軽いものにしているように思えてならないのです。日蓮宗と創価学会の違い、それは身延さん、日蓮宗の総本山の存在があるかもしれません。つまり身延さんが醸している冷静、あるいは身延さんにおける日蓮聖人の生き様などが日蓮宗の深遠な背景となり、存在の重さとなっているということです。存在の重さは教えの重さでもあるのです。ということで、創価学会についてもちょっと触れておきますと、歴史をご覧いただきたいんですけれども、創価学会は、牧口常三郎、戸田常世らが1930年昭和5年に、日蓮の仏法精神に基づく教育の実践を目指して、日蓮宗宗の傘下に、在家信徒の団体、日蓮創価教育学会、創価教育学会を創設したのに始まります。が、戦後組織の名を創価学会に改め、宗教法人の認証を得て、強引な勧誘で社会問題を引き起こした釈伏大行進運動で急拡大し、1960年には池田大作氏が会長に就任し、64年にはその政治組織として後に公明党と解消した公明政治連盟を創設して政治にも関与し始めるという過程でですね、次第にその競技場の対立やもっと人間臭いさまざまなこともあったのでしょう。日蓮宗宗との圧力を深め、1991年創価学会は日蓮宗宗から破門されて、宗門と信徒団体という関係は消滅しました。ですから現在は創価学会は独自の教義を立てて、その日蓮を末法時代の本仏と定め、南無法蓮華経の唱題を実践し、法華経思想の布教を図るのぞというところは変わらないようですけれども、独自の教義を立てて、総理もですね、以前は日蓮宗宗の僧侶による葬儀でしたけれども、現在は僧侶なしで地域の学会のリーダーを、その度胸の同志とする友人葬という形で執り行われていますね。ということで、今日はここまでで終わりにしまして、来月はもう少し別の角度から日蓮宗を見まして、続いて近世になって始まった唯一の宗派である大幕宗に移りたいと考えております。ご清聴ありがとうございました。どうもありがとうございました。
今日のところなかなか難しいところが、なぜその新興宗教が西山さんの宗教かというところがね、やっぱりこの今日のこの今日書いていらっしゃるね、この先生のある西山さんの人間的魅力があったからというところが書いておられるんですけど、まあそれもあるんですけど、なかなか難しいお話でございました。少年時代に日蓮聖人と蒙古大襲来というような映画があったような長谷川一馬役で、まあ気がするんですけどもお迎えでございます。あとはよくこの間久しぶりに南多摩のあたりで10人ぐらいの信徒さんがね太鼓叩きながら、ね、珍しいなと思って、ね、よく小さい頃どんどん良くなるホッケの太鼓、どうにもならぬ裏の柿の木というのがよくね、ざれ言葉でありましたけども、来週のまた続きの方を先生の話でまた楽しみにしたいと思います。来月、あ、来月か、はい、大事認知症になって、それでは少しお休みいただきまして、また素晴らしい散歩、話を